食レポをします。今日は台湾料理、私はあんま食べたことが、キッチンカーでちょっと前に他の方のキッチンカーでルーローハンが結構前ですねあったんですけど、久々に台湾料理を食べます。今回はお弁当にしたんですけど、ハーフハーフもしてくれるみたいなので、私たちはこれはジーローハンで、ザージャーハン、ザージャーハン、ルーローハンにしました。じゃあ食べていきます。でこれは飲み物、ウーロン茶と、あとこれは台湾の梅ジュースみたいで、私ちょっとさっき飲んだんですけど、甘めでとても飲みやすかったです。酸っぱい感じではないので飲みやすかったです。ではいただきます。まずはじゃあどっちかというと定番のルーローハンからいきましょう。ちょっとダイエット中なのでご飯を少なめにしてもらいました。いただきます。めっちゃ美味しい。なんだ、お肉めっちゃ柔らかいです。で、やっぱ本格的な感じがしますね。さすが台湾の台湾人の奥さんがやっぱ味付けを知っているでしょう。で旦那さんも料理が得意みたいでいいですね。じゃあ次どっちにしようかな。じゃあ次はこどっちにしようかな。ジーローハンの上かな、こっちにしますか。じゃあこっち、これは麺の上にかかってるやつみたいです。普段は台湾では、いただきます。これは女性に人気らしいです。あ、やばい、どうしちゃった。めっちゃ美味しい。これ麺の上にかかるときはちょっと味変えるのかな。ご飯に普通にかかってる感じの、なんかにお肉、まぼろ？なんて、ひき肉か。ひき肉なんかピリ辛、ちょっと辛くて、あ、これいいですね。とっても美味しいです。じゃあこの最後ジーローハンを。なんかちょっと営業スタッフの方がつまみ食いですけど、欲張り。これは鶏肉ですよね。いただきます。さっぱり、おいしい。あ、この組み合わせとかがいいかもしれない。ルーローハンとジーローハンとか、ザージャーハンとジーローハンとか、その組み合わせが結構ベストかもしれない。さっぱりと、ちょっとこれこってこってって感じでもないですけど、さっぱりと、あとこうなんだろうな、濃いめの味なんで、こっちの組み合わせが結構おすすめかもしれない。でもさっきなんかもうあとちょっとしか、なんかジーローハンは結構人気かもしれないですね。あとちょっとしかできないとかって言ってた気がしたので、まあぜひ早めに皆さん食べに来たらいいと思います。